まだこれからユーチューバーはいけると思っている人もまあすごくね多いと思うんですね。 じゃあ僕どういうふうに考えてるのかっていうと YouTube っていうものが何なのかこれはあのネットのです、ね、メディアっていうのは、えー、3つの段階を経て進化してると思います1つ目はブログですブログがやってきたのは、まあ、流行の発信みたいなもんでこれあのオールドメディアで例えてみればですねなんか新聞みたいなものなんですねブログっていうのは新聞と同じような文字メディアであり読んで,でどれが信頼するというふうなことでそこをずっとフォローして読むようになっていくっていうような形です読み込んで、まあ分かる っていうのがブログ。だから人気ブロガーであったりですねタレントがブログ始めましたっていう時になるとまるで新聞のように毎日毎日発行することを求められでその中でも写真だけでなくて文章も求められでそれはその人個人であったりニュースであったりを知るというの媒体になってるという割とあの新聞に似てるなというふうに思うんでですね。では、つ目のメディア。ツイッターですね。 ツイッターというのは何なのかというとです、ね、実は本質的に流れを把握するもの。一つ一つのツイートにはあまり意味がないんですね。ツイートがいっぱいいっぱい出てくることによって、今、世間はどう,いうふうに思っているのかという流れを知るものがツイッターであると。これ、何に似ているのかというと、多分、そのラジオに似ているんですね。ラジオの番組の一つ一つではなくて、例えば、そのオリコンランキングとか、あの流行歌というものが、実は。 ラジオととかかののの放送ででどれれらいい流れたのかで決まる時代というのがあったんですね。ラジオっていうのは流行を作るものだテレビっていうのはさ仕掛けて作らなきゃいけないんだけどもラジオっていうのはその日その週あったことをすぐに伝えられる割と軽いメディアだったんですよラジオの流れ全体で世の中がな流れた時代があったこれが1970年代ぐらいの深夜放送が時代を牽引してた時代ですねなので僕らは今ツイッターを見るときにツイッターでどれだけ騒いでるのかっていうブログみたいに個別のブログを を見るのではなく、個別のツイート見ないんですね。大きい流れとして見ていく。流れの把握がツイッターの本質である。と、ブログが流行の発信であって、ツイッターが流れの把握であるとしたら、じゃあ、YouTube というのは何なのかというと、新聞ラジオの次ですから、当然これテレビなんですね。YouTube というのは本質的に テレビなんですよ、テレビ局っていうのが、その新聞が誰でも発行できるようになった。新聞が一般大衆に開放されたのがブログであり、ラジオが一般大衆に開放されたのがツイッターだというふうに、アナロジーで考えていくと、じゃあ、テレビが一般大衆に開放されたものが YouTube であるというふうに、僕はこう考えます。で、この三つですね、ブログとツイッターと YouTube のこの三つが揃うことによって、二十世紀型のオールドメディアですね。新聞、ラジオ、テレビというのはもう。 完全に実はその終わったって言ったら失礼なんですけども、古いものになってしまった。テレビラジオ新聞にしがみつきたい人がし,しがみついてる。新たにですね。まあ、権力としてはものすごく大きいんだけれども。 なんだろうな規模はでかいしあと流れ新しいものを作ろうとしたら遅いしっていうふうなことで割とあの僕らにとっては縁遠いものになりつつある。だからといって未だ最大もののもなんですよこのオールドメディアっていうのは何が面白いのかというと僕らはブログと Twitter と YouTube だけで生きていけるのかっていうと生きていける人もいるけども新聞ラジオテレビがないと嫌な人もいるっていうちょうどこの中間時期なんですね。2028年っていうのは、 えー、そろそろですねテレビラジオ新聞っていうのをないとダメだと思ってる人がもうそろそろいなくなり10年前だったら新聞とかテレビとかいらないよあのネットだけでいいよっていう人はさすがに少なかった。今ちょうど 半々ぐらいかな。それでもまあ大晦日になったら家庭の中で「紅白」見てる奥さんと YouTube 見てる息子がいるということでわかるようにちょうどこれ半々ぐらいかなでも2028年の10年後の世界ではまだ存在してるでしょうけども新聞ラジオテレビっていうのはかなり影響が少なくなってくるとこういうふうな流れで考えればいいと思います。現在の YouTuber ですね。 えー、いろんな人がいます。どうなってるのかとと、僕10年後にはですね、正直あの誰一人生き残らないと思ってます。い岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。